今朝採れたばかりの桃がこれから東京に向けて出発するということで、 JR 福島駅の構内では出発式が行われています。新鮮な桃を首都圏に届けようと、早朝に収穫した桃を新幹線で運んで販売する朝どり福島の桃が企画されました。現在大忙しで桃の収穫が行われています。新鮮な桃を送り出すために朝5時から作業しているということです。伊達市の鈴木聡さんは手際よく収穫を進めていました。おかげさまで天気がいい状態が続いたんで、甘さは十分あって、ここに来て色の方も十分回ってるんで、非常に美味しい桃ができてると思います。首都圏で販売するまでに市場を通す場合は収穫して2日から3日かかりますが、今日は新幹線で運ぶため収穫から販売までわずか10時間ほど。自分たちがとって美味しいと思ったものをすぐ食べていただくというふうな部分でいくと、こちらの思いも、消費者の方に届くので、ぜひ続けていただければと思います。糖度13度の甘い桃320個を乗せた新幹線が東京へ向けて出発。四季折々の農産物ございますから、それをですね、やはり JR さんと一緒にですね、お届けをしていきたいと。生産者の思いも詰まった桃は午後に東京駅の構内で販売され、1時間余りで完売しました。